今回は下腹ポッコリまたは反り腰、ウエストが寸胴の方にぴったりなデッドプランク紹介します。今回のプランクのいいところが、肘を縦ではなくクロスします。つま先を立てるのではなく寝かせます。そうすることでお腹周りが3倍以上引き締まります。これは実際にやった私が分かることなので、今回皆さんそれを実感してください。今回は1セット20秒縦横3種目3セット行うだけです。たった3分一緒に頑張りましょう。スマホ目の前に置いて行いましょう。まずプランクの基礎を少し解説します。基礎は肘が肩幅、つま先を立てて体を持ち上げる、そしてこの反れてる腰を腹筋使って丸めます。そしてできるだけ低くなる、これが基本です。もう一つポイント、息をできるだけ長く吐くこと。今回20秒1種目ですから、約3回ぐらいの呼吸でキープできたらベストです。注意点は息を止めると効果が半減します。それでは解説します。まずはウエストの横から行っていきます。まずは横を向いて寝ましょう。このまま肘をクロスします。肘をクロスすることで体の前後がブレなくなります。この状態で体を持ち上げます。これで20秒キープです。いきましょう、スタート。できるだけ息を長く吐いてください。ふーっと息吐いて、ウエストの下側に効いてたらバッチリです。体がね、下がらないように持ち上げてください。あと少しですよ。よし、はい、OK です。今度は反対も一緒です。いきましょう、スタート。息を長く吐いて、しっかりウエストをね、下から上に持ち上げるイメージですよ。どんどん引っ込めて、 OK。今度は正面です。正面は足の甲ですね、つま先ではなく甲、これで体を持ち上げてキープします。足首痛い人はね、無理しないでください。膝ついても結構です。できる人は膝を浮かせていきましょう、スタート。きついけど20秒頑張ってみて。うわー、きついね、きくね。腰が痛くなる人は膝ついてくださいね。お腹がプルプルしてたらバッチリ。よーし、オッケー、ベリーグッド。これをあと2回やるだけ、たった3分。いくよ、横向きから。スタート。もしね、肘が少しね、痛いよって場合は、柔らかい布団やベッドでやってください。体をしっかり冷えた状態でクランクしてますよ。はい、 OK。 はい、じゃあ反対もいきましょう、スタート。これをね、続けたらマジで引き締まりますからね。やっぱりね、運動がね、苦手な方とかね、腹筋が弱い方っていうのは動くより止まっとく方がいいですから、まずはこういう体幹がね、鍛えられたら、そこからレベルアップしましょう。はい、OK。 はい、今度は正面ですね。膝ついても足の甲でもいいです。いきましょう、スタート。頑張って、息長く吐いて。きつかったら膝ついていいですからね。膝ついてもすごい効きますからね。よーし、 OK。よっしゃ、あともう一回やったら終わりですよ。はい、横向きましょう、スタート。しっかりね、このウエストの下側がね、ひねりながらプランクしてますから、すごい効きますからね。辛くなるとね、息止めやすいんでね、息しっかり吐いてくださいね。この調子ですよ。よーし、 OK。 反対向きです。行きましょう、スタート。いいよ。やっぱりね、いろんなメニューがある中で、できるだけ短い時間でね、効率いいメニューがいいですよね。
それがね、もうこれです。よし、オッケー。はい、ラストですよ。いきましょう、正面スタート。いきなり吐いて、お腹しっかり上から、下から上に持ち上げて、頑張って頑張って、あと少しですよ。耐えて耐えて、お尻締めて、よっしゃ、うーらー、効いた。よっしゃ、そのまま寝たままお尻を振ってね、ちょっと腰の力抜きましょう。スタート。結構プランクをね、腹筋がね、辛くなってくると腰に力がかかってくるんで、腰をね、少しね、痛める場合がありますよ。ですので、こうやってね、腰振ったらね、緩みますからね。よし。オッケー。お疲れ様でした。やっぱりよく効く分ね、きつかったですよね。よく頑張りました。このメニューをね、毎日ね、できればやってみて、1日3分でいいから続けてみてください。頑張ってできたよって方は、グッドボタンやコメントで教えてください。ちょっと待って。現在期間限定で、説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か、関連の動画、どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。